演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、和牛のしぐれ煮を食べたいと思います。和牛かすごい響きだな。どういう感じになるんだろう。中身はこんな感じですね。では、はい、こんな感じです。おお、甘辛い香りが鼻の中に来て食欲をそそりますね。では、いただきます。旨味たっぷり感じられますね。これ口の中で噛んだ瞬間に牛肉が程よくポロポロとほぐれていって、その後に佃煮の甘辛い食感、味のタレが口の中に広がってきて、それらがうまく融和してとっても美味しかったです。ご飯と一緒に食べたくなりますね。まあもちろんこれだけでも美味しいので、こちらの点数を決めていただきます。佃煮って奥深いな。雷を落とすのは少女、それとも神、それと少女ですね。だって怒ってるんでしょうね。はい、というわけで、今回でこちらのいただいた組み合わせ全部食べきりました。お吸い物もいっぱい美味しかったですし、福田もどれも甘辛い香りと素材がよく合っていましたね。こうしたものはなかなか食べる機会がございますので、また機会があったら食べてみたいと思います。もし食べてほしいものリクエスト等ありましたら、コメント欄やフリートークで投稿してくださいね。それでは演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。